ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今日やっていくのはこちら、アクターのチキチキボール。まあ、見てくれ、この、きらびやかな背景画面を。背景というか、トップ画面を。タイトル画面を。まあ、言わんでもわかるな。今日12月24日は、世間で言うところのクリスマス。クリスマスイブだな。クリスマスイブです。どうなんだろうね。クリスマスイブの方がさ、クリスマス、12月24日の方がさ、クリスマス感あるよね。こと日本に関しては。世間の人たち、特に若いアベックとか、アベック連中とか、からしたら、24日こそがクリスマスなんじゃないかなと思うけど。まあ、それでいいと思うよ。俺はそれでいいと思います。アザラシは12月24日がクリスマスだと思いますよ。聖夜。広島の4番ですね。で、今日はね、ゲストを呼びしております。ゲストたちが、はい。下の方で賑やかにやっております。一人でクリスマスに、夜に、クリスマスイブにこんな動画を撮ってるなんて寂しすぎるのでね。森の仲間たち、豚さん、猫さん、犬さん、熊さんがね、駆けつけてくれました。彼らに拍手。じゃあ、あらすじ読んでいきましょう。あ、彼ら消してしまった。あらすじ。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、クリスマスで無性にチキンが食べたくなる脅威の無表情キャラクター。今年はテクノフライドチキン TFC の新製品チキチキボールが大人気。上から降ってくるチキチキボールをクターの持つバーレルにうまく入れてあげよう。クターがチキンをきちんと食べられるかどうかはあなた次第。だってね。ここね、チキンとキッチンがね、チキンとキッチンがかかってるでしょ。このせいで俺は、この動画の冒頭部分を5回以上撮り直した。ここで噛むからな。こんなしょうもないギャグを挟みやがってよ。ギガ連射やっていきます。まずはあらすじから、あらすじからね、まずはランキングからね、見ていきましょうかね。でね、ここに俺の名前がありますね。526チキン。これ一応初見じゃないんですね。何回かやり直しました。やり直しちゃった。初見プレイの絵がもう撮れなくなってしまっている。最初撮ったら音声入ってなかったんです。1位はヤムヤム1118チキン。2位がセシル。やっぱセシルがね、トップランカーだと思ってるんですけどね、ちょっと苦戦して、ヤムヤムに抜かれた感がありますね。ヤムヤムに、上を取られたって感じですね。まあ、こういうランキングになっております。お、隅っこ暮らしがいる。なんか、この隅っこ暮らしって人とは気が合いそう。こういう世界が好きなんだろうっていうね。こういうクターみたいな緩そうな世界が。わかるよ。わかるわかる。朝まで語り明かそう。この緩い世界について。まあ、クタは緩い世界ではないけれども、厳しい世界です。やっていきましょう。これね、なんと、クリスマスでありながら、クリスマスでありながら、パチンコです。パチンコさすな。クリスマスにパチンコさせるな。俺は声を大にして言いたいよ。で、この下のバーのタイムがね、タイムがなくなりきる前に、この、チキンを、もう一匹丸々のチキンをね、この、クターの持つバーレルにって言いたいんだけど、バーレルって何実際。実体バーレルって何、バレルのことなの。1バレル、2バレル。なんかアメリカの単位だよね。このスーパーモードみたいな、フィーバー画面、得点画面になったら、ひたすらこのチキンを投げまくれば。あ、伸びねえな、点が。全然点伸びないや。はい。で、次ここ、鬼門です。ここはもう突破できない。一個ずつね。入ったー、やったー、ははー、ははー。油、今危なかった。この緑のやつに、緑の毒みたいな感じのドラム缶に入った一発ゲームオーバーです。結構シビアなゲームなんですよ。入ったね。オッケー。なんか得点は多分ね、飛ばしたチキンの数によってちょっと減っていくと思う。オッケー。イエー。まあまあ楽しいですよ、このゲーム。皆さんぜひやってみてください。クリスマスの寂しさも、ほんの少し紛れる。クリスマスの寂しさが100ぐらいだとしたら、このゲームをやることで98ぐらいになる。入るかこれ。入ったー、やったぜ。
あ、入んない、これは入んない。よし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 、イエス。ダメだってー。どう、よかった、危な、あのドラム缶入ったら終わりだっつってんのに。あー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 、唐突に終わっちゃった。もういいや、こんなもんで。クリスマスだからって気合い入れた動画を上げると思ったら大間違いだ。俺はクリスマスにそんな気合い入れた動画を入れるつもりは、上げるつもりはありません。てかまあもう無理なんだけどな、これも奇跡に近い点なんだよ。どんだけやったってパチンコはそんなにうまくないしさ。まあいい、まあいい、こんなもんにしましょう。クリスマスは祝いません、仏教徒なんで。ほら見てください、このツルツルの頭をね、丸坊主、坊主頭ですね。坊主なんでね、クリスマスは祝いません。はいはい、ほんなまた皆さん良いクリスマスを過ごしてください。なんてね。